MLB ワールドシリーズ第5戦ヤンキース、ドジャース、日本時間31日、ヤンキースタジアム、ワールドシリーズ第5戦の始球式に、2003年から2009年までヤンキースで活躍していた松井秀喜さんが登場しました。松井さんは2009年に日本人初となるワールドシリーズの MVP を獲得しています。ドジャースの3勝1敗で迎えた第5戦。 以降まで試合がもつれると戦いの場はドジャースの本拠地に移るためこの日がヤンキースの本拠地で行われる最終戦となりました観客からの大歓声で迎えられた松井さんはマウンドに上がるとボールを軽く投じますボールはノーバウンドでキャッチャーミットに収まり観客はより一層大きな歓声を上げスタンディングオベーションを送りました SNS ではこの様子を見守ったファンから レジェンド登場。胸熱すぎる、松井さんのことをヤンキースファンは忘れてないよね。歓声がすごい、などの声が上がっています。